老舗、ネオ世代、順当に育ち始めている模様。こちらすでに貼られた成績、ネオ世代なのにネオ選手はいません。これ当たり世代やろ。ネオどこ？ネオはまだ出てないだけ。いない選手を世代のタイトルにすな。ここも絶望かと思ったけどなんやかんや出てきたな。ネオ、防御率 5.06。なんだけど、どうする？戸郷が今年奥になるよな。この世代1号か。藤原とかどうせ今が肩変なだけやろ。月間 MVP 取ったけどそれ以外うんち続きやし。ネオも小園も吉田もすぐ出てくるで。世代を代表するやつはまだおらんよな。ネオも小学生の時はアメリカでも話題になった逸材やった。藤原はパリーグ打率にいいやぞ。打てないと腐されるし、打っても核変連呼される藤原かわいそう。横変わって壊れたんじゃないの？復活したんか。ハンカチ世代清宮世代ネオ世代どうして？ネオは立浪のおもちゃっていう重要なポジション与えられてるから、少なくとも春先に調子がいい藤原はプロ入りを初めて見たな。どれぐらい不調を抑えられるかやね。ネオってどうすりゃよかったんだ？中日以外だったら活躍してたのか、大学行ってりゃよかったのか。普通に野手やってりゃよかった。ご視聴ありがとうございました。